にちは、ももです。今月の縛りメイクはじゃん、こちらのメイクアップアーティストの猪狩しのぶさんがプロデュースされているフーミーというコスメブランドを使って縛りメイクをしていきたいと思います。私フーミーのコスメはジェルペンシルしか使ったことがなかったので、今回ねフルでコスメしていくんですけど、本当に本当に楽しみにしていました。で今回はですね、私ネットで全てポチッとしたの で、あとは基本的に新色のものを数多く買いましたので、新色のね色味の参考にもなればなと思います。でね、今回のメイクはもうザ・デートメイクということで、結構ピンク系の色味を使ったメイクなので、そちらの方もねぜひ注目して見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速ベースメイクから始めていきましょう。 GO！ はい、というわけで早速ベースメイクから始めていきたいと思います。猪狩しのぶさんのコスメを買うときにこの箱があると思うんですけど、このパッケージすべてにこういうメイクのアドバイス法みたいなのがパッケージの中に書いてあるので、それもね見ながらやっていこうかなと思います。じゃあまずはフーミーのコントロールカラーベース、私はイエローグローというカラーを買いました。こちらは化粧下地で SPF21PA が2プラス入ってます。結構ねイエローカラーがしっかりとしたコントロールカラーベースですね。今回なぜ私がこのイエローのコントロールカラーを選んだかというと、この間イプサの肌診断に行った時にコントロールカラーが私の今の肌にはイエローが合っていると教えていただいたので、じゃあこれ私は手で伸ばしていきます。これはくすみ、シミ、そばかす、クマなどをカバーし、ふっくら肌に見せてくれる便利カラーだそうです。とりあえずね私は顔全体にしっかりとこのコントロールカラーまんべんなく伸ばしていきたいなと思います。まぶたもね少しこう軽く薄くのせておきます。はい、こんな感じに仕上がりました。結構ツヤっとしていてこうしっとりするので、秋冬にもね使える下地な感じがしますね。そして次はフーミーのリキッドファンデーション、色はナチュラルを選びました。こちらも SPF21PA2 プラス入っています。テクスチャー見ていただくと分かると思うんですけど、結構ねサラッとしているタイプのファンデーションです。こちらのファンデーションは猪狩的ナチュラル肌完成ということで、ナチュラルなツヤと透明感が続く、なんかまあ素肌に近いような感じのリキッドファンデーションだそうです。で私は今回スポンジで伸ばしていきます。なんかねポイントとしては軽く頬とおでこを中心にのせていって、薄く薄くこう伸ばしていくのがナチュラル肌のコツということで、私もちょっと真似してやっていきたいと思います。結構つけ心地はめちゃくちゃ軽いですね。ただ正直私は今回通販でこちらのコスメを買ったので、色味がねなんとなく大体これかなっていうのを選んだので、もしかしたら肌の色に合わないような感じもするんですけど、色味がねライトとナチュラルがあって、私ナチュラルの方を選んだんですけど、私ナチュラルでもちょっとあれかな、明るいかもしれないな。はい、実際に肌にのせてみるとこんな感じです。ツヤ肌というよりかはのせてみるとこうセミマットに仕上がる感じです。そして次はフーミーのコンシーラー、ピンクベージュ、こちらは新作のカラーです。このコンシーラー実際に肌にのせてみると想像してる以上に結構ピンクでした。私の肌に合うかな、ちょっと不安なんですけどのせてみたいと思います。とりあえずクマが気になるこの目の下と、このねお肌をパッとこうピンクを明るく見せてくれるらしいので、この目の下と眉のこの間にものせます。でそしてこれもスポンジで叩いて伸ばしていきます。なんかピンクのコンシーラー初めて使うんですけど、なんか面白いなと思って買ってみたんですけど、血色感がちょっと出るのかな。あ、でもこう肌にのせてみると結構肌に馴染むというか、かなり目のこの下の部分がパッと明るく見える、そして血色感が出ますね。なんかいつもベージュのコンシーラーとかしか使わないから、すごいこれ私にとって新鮮なコンシーラーですね。色味がちょっと顔がね黄みがかって見えてたので、このピンクのコンシーラーでちょっとマシに見えるような気がする。実際にここら辺に
のせてみたんですけど、そんなに言うほどピンクっていう感じではなくて、コンシーラーとしてね、やっぱりしっかりこうカバーもしてくれるし、このコンシーラーもさっきのファンデーションと一緒でちょっとこうセミマット寄りに仕上がる感じはします。そして次はフーミーフェイスパウダー、こちらも新色です。とこちらもピンクですね。蓋開けるとこんな感じで専用のパフがついていて、ちょっと見えるかな、こういう感じで結構ねピンク色のパウダーで、その中にラメも入っていて、こうキラッとした感じに見えそうなフェイスパウダーですね。とこちらのフェイスパウダーは猪狩的ふんわり肌を仕上げてくれるパウダーで、私は顔周りをこう中心に軽くのせていきます。でもなんかピンクのパウダーだからといってこうお肌がこうピンクっぽくなるわけではなくて、結構ラメが入っているのでこうキラキラっとした感じに見えます。こう肌の近くで見るとわかると思うんですけど、であとケース自体もかなり薄いので持ち運びができるタイプのパウダーですね。はい、これでベースメイクは完成です。結構綺麗に仕上がりました。なんかピンクのコンシーラーとかピンク色のパウダーも使ってみたんですけど、結構お肌が血色よく見えるっていうのと、あとね、あの私的にこのコントロールカラーベースが結構良かったです。なんか個人的にこのイエローカラーの下地が肌のくすみだったりシミそばかすとかをちょっとこう薄くしてくれるので、その後のファンデをのせるとよりこうカバー力があるような感じに見えました。そして次はこれめちゃくちゃ使ってみたかったフーミーのアイブロウパウダー、色は今の髪の色に合いそうなダークブラウンをちょっと選んでみました。そしてもう一つ気になっていたのがこのフーミーのこちらのアイブロウブラシですね。これもすごく気になっていたので、今回はこの付属のブラシを使わずにこのアイブロウブラシを使って眉毛を仕上げていきたいと思います。でもどうしよう、私普段ねペンシルで描いててパウダーであんまり眉毛を仕上げることがないのでちょっと不安なんですけど、じゃあまずはこの真ん中のカーキーカラーをちょっと筆に取って、で猪狩さんの眉毛の描き方としてはこういうジグザグでこう眉毛をね描いていくといいですよっていうアドバイスがあったので、ちょっとこれ真似して描いてみようと思います。なんかこれで普段描かないからめっちゃ緊張する。おちょっと待って、このジグザグが難しいな。こうやって描いていくのかな。めちゃくちゃ超簡単にふんわり眉をこれ描いて、このブラシすんごい描きやすいですね。めっちゃ描きやすいこのブラシ。そして一瞬で眉毛描き終わるっていう、すごいなこのブラシ。めっちゃいいこれ。でプラス私はこのブラウンカラーをまたちょっと筆に取って、これを私は眉山にもちょんちょんとのせます。あ、なんかまたいつもと違う感じの眉毛に仕上がる。私がいつも描いてる眉毛とは違う。こんな簡単にふんわり眉描けちゃうんだこれ。はい、こんな感じで片方眉毛描いたんですけど、めっちゃすんごいふんわり眉に仕上がる。てかこのブラシやっぱりあのすごく評判がいいだけあってめちゃくちゃ描きやすいです。あの簡単にふんわり眉がこのブラシを使おうとできますね。反対側も同じように描いていきます。あ、ふんわり眉を描きたい子はこれ絶対買った方がいい。相当描きやすいです。しかもこれ本当に失敗しないふんわり眉が作れる。そしてめちゃくちゃすごく早く描ける。このブラシとアイブロウパウダーをセットで買ったらいいと思います。はい、どうでしょうか。いつも私が描いてる眉毛とはまた全然雰囲気の違うふんわり眉に仕上がったかなと思います。これはねペンシルだとなかなかこう出ないふんわり感ですよね。そして次に使うのがフーミーのクリアマスカラ、色はクリアブラックで、アイブロウとマスカラどっちも使えるタイプのものを購入しました。これが面白いところは毛流れを整えるファイバー入りの黒の透明タイプの眉マスカラで、こう眉の毛量がちょっと増えたような仕上がりになるということで、ね、こんな感じでファイバーがね結構たっぷり入っています。
私は個人的に眉毛の毛が薄いのがコンプレックスというか、かなり薄いので、うわこれさすんごい本当にファイバーがあるから毛がなんか伸びて見える、わかりますかね、結構この上の毛量が少しこう増えたような感じに見える。ちょっと今これ乗せてない方なんですけど、こっちが乗せた方です。ちょっとねまたこう毛が増えて見えますよね。私フーミーのコスメ本当に使ったことがなくて、今回ほぼ初めて使うんですけど、なんか面白いコスメが多くて、なんか使うの超楽しいです。今あえてねここの毛を立たせるのがポイントだそうです。はい、というわけでどうでしょうか、すごいナチュラルな眉毛に仕上がりました。ちょっとこう自眉毛っぽいですよね、なんか描いたんだけどちょっとこう自眉毛っぽい感じに仕上がりました。そして次はフーミーのアイシャドウパレット、こちらも新色でレッドピンクというカラーを使っていきます。この色味が個人的にめちゃくちゃツボというかめっちゃ可愛いので、秋冬にも使えそうなピンク系のアイシャドウです。今回はこの付属のついてるブラシとこのチップを使ってアイメイクやっていきたいと思います。じゃあまずはこちらのカラーをこの筆の方に取って、でこちらのアイシャドウを目の際にまずのせていきます。はい、こんな感じでまずはアイシャドウをのせていって、そして次にこちらのカラーを私は指で取って、次はこのカラーをまぶた全体にふんわりとのせていきます。こんな感じでね指で私はポンポンポンとのせていくと、あ、可愛いですねこの色味も。そして次はチップでこの上のカラーを取って、で下まぶたの際にこうのせていって、囲い目風にのせるとちょっと可愛い。この新色のアイシャドウの色味めちゃくちゃ可愛くないですか、すごい私この色味ドツボというかすんごい好きです。なんかこうデートメイクとかでも使えそうなアイシャドウですね。次にアイシャドウをのせたらビューラーでしっかりとまつげはカールさせていきます。そして次はフーミーのロング&カールマスカラ、こちらも新色カラーのテラコッタピンクというカラーを使っていきます。これね新色なんですけど、このマスカラの色味がマジで最高に可愛いなと思ったので、これをねすかさず選びました。とまずはしっかりと根元をまずこう毛を絡ませて3秒、1、2、3、3秒当てたらこうジグザグしながらまつげ全体にマスカラをのせていきます。この色味本当に可愛い、ま、目元はね近くで見ないと分かりにくいかなと思うんですけど、すごいねくすんだピンクで目元がちょっとこう垢抜けて見えます。今回はあえてアイライナーを引かずにこれでアイメイクは完成です。そして次に使うのがフーミーのブレンドチークカラー、色はポピーレッドというカラーを使っていきます。こちらのカラーも新色です。今回はねこの付属のブラシを使ってのせていこうかなと思います。このね2色のカラーをちょっとこうブレンドして使っていきます。じゃあ今回は可愛く見せたいので頬の真ん中にチークをのせていきます。うん、混ぜるとねすごいツヤっとしてまた見えるチークです。これは、まあ、単色使いでもいいですし、こんな風にミックスして使ってもいいと思います。で今回は私はちょっと鼻先にちょっとこうチークをのせます。チークの色味もめちゃくちゃ今日のアイメイクにぴったりで本当に可愛いです。そして次はフーミーのマルチグロースティック、色はシマーベージュというカラーを使っていきます。今回はねこちらのカラーを私はハイライトとして使っていこうかなと思います。まあ、まずは鼻筋とこのおでこの額の真ん中と、であとはこの目の下ですね、ここにもハイライトとしてちょっとのせて、
このハイライトはガツンとのせるハイライトっていうか、本当にまあじわっとこう濡れたような感じのハイライトとしていいかなと思いますね。まあ私はね、いつも結構ガツンとハイライトのせることが多いので、より自然なハイライトを求めてる人はこのハイライトすごい自然に見えていいかも。口元のこのほうれい線のここも気になるので、ここにもハイライトのせます。そしてメイクの仕上げにフーミーのリップスティック、色は血色レッドという、こちらのリップは日本人に、ね、合うような赤リップということで、今回これをね仕上げに使っていきます。で今回指を使ってポンポンポンとのせていってふんわりリップに仕上げていきます。はい、というわけでメイクが完成しました。いかがでしょうか。結構私が普段やっているメイクとちょっとガラッと変わった気がするのは多分ね、眉毛のおかげだと思うんですね。私眉毛を描いた時めちゃくちゃ感動しました。すごい良かったです。まあ、今回のメイクはまさにこうデートメイクにぴったりのカラーばっかり揃っていたので、すごい女の子らしく仕上がったかなと思います。で今回アイラインも引いてないので、ちょっと目元にねこう抜け感が出て、逆に私は目が大きくなんか見えるような感じがします。まあ、個人的にベースの中でまた普段でもこれは多分よく使うだろうなっていうのは、こちらのコントロールカラーのイエローですね。はい、コントロールカラーのイエローまだ私持ってないので、これをね今後普段使いに使っていきたいなと思ってます。まあ、でももしねフーミーのコスメを一番最初にどれ買おうか迷っている方は、ぜひこのアイブロウラインの方をぜひぜひ買ってみてください。このアイブロウパウダーとこちらのクリアマスカラの方と、あとはこの眉ブラシですね、ぜひこの3セットを買ってみてください。もうね本当に眉だけでかなり印象が変わるので、私普段こういうふんわり眉はしないんですけど、ちょっとねこのクリアマスカラを使うことによって眉の毛量も増えたので、やっぱねこう顔の雰囲気がガラッと変わりました。これねすっごいおすすめです。またこれも今後どんどん私は個人的に使っていくアイテムかなと思います。本当に私毎月毎月縛りメイクシリーズというものを出してるんですけど、新たな発見が見えて楽しみにしています。今回はねまたお気に入りのコスメに出会うことができたので、まあ、皆さんのね少しでも参考になればなと思います。今回はね新色も使っているので、もしね新色こう気になってるものとかあればね、色味の参考になればなと思ってます。またね来月も縛りメイク出そうかなと思っていますので、楽しみにしていてください。じゃあ最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。